中学受験どっちがどっち。僕は桃屋派です。僕は茶谷先生、今日のどっちは。チャット GPT を使うとバカになっちゃうの、どっちがどっち。で、まあ最近話題のね、はい、AI のチャット GPT っていうソフトですかね、はい、これ僕の知り合いとかもですね、はい、早速使って、はいはい、こんな面白いやり取りがあったっていうのをね、はい、Facebook で上げてくれてる人とかいるんですけど、はい、これどうですか。そうですね、皆さんはチャット GPT 使ったことありますか。まあ、ということで僕らもどっちも使ったことなかったので、うん、まあ、つい最近ちょっと登録して使ってみました、うんうん、ちょっとじゃあ使ってるシーンを見てもらいましょうかね。そうですね、簡単な質問とあと中学受験の算数の問題、うんうん、これも聞いています。そうですね、はい、ちょっとぜひご覧ください。じゃあちょっとまずじゃあ入れてみますね、はい、スヌーピーが好きな中年の男性はどう思いますか、はい、教えます、なんか救われた気がしました。これ教科書的やねこれ。いい人やね、チャット GPT。あ、僕じゃああれなんですね、スヌーピーが好きでももう大丈夫なんですね、これ。おかしくないよ、後ろめたいものは何もありません。決して珍しいことではない。そうですね、中年がモーニング娘。の好きなことをどう思いますか、はい、中年の男性がモーニング娘。はい、丸ね、娘丸好きでもいいですか。教科書的だな。教科書的ですね。AI 肯定的ですね、結構。そうですね。心が広い。心が広い。そう。なんか、チャット GPT にすごく、我々は肯定的な感情を持ちながら、はい、今日の話に突入できます。でも、こんな感じだったんですけど、うん、もう結構あれですよね。考えた感じでダダダが出てくるみたいな。うん。だから、検索してすぐバーじゃなくてね、うん、徐々に出てくるところが、うん、なんかチャットしてる感じですよね。そうですね。そういう仕様なんでしょうかね。うん、わざとゆっくり出してる。そうです。どうなんでしょうね。多分そうでしょうね。そんなゆっくりな思考で AI やらないでしょうね、うん、そうですね。そう、結構肯定的でしたよ、なんか。あ、そうそうそう、なんかほっとした。そう、いいな、チャット GPT みたいな。そうですね、あ、別に、あ、スヌーピーが好きでもいいんやみたいな。あ、ちょっと許された感じがありました。そうね、モーニング娘。聞いてていいんだ、みたいな。そうですね。そう、よかったと思って。でもなんかあれですね、問題の方は、なんかすごく、なんか溶けてるで感出して、なんか全然溶けてなかったですね。そう、すごいまとめていくから、やるなと思ったら答え間違えてました。うん、そう、まあだから、うん、きっとチャットなんで、はい、ここでこれがおかしいよとかって入れると、はい、修正してきたりして、うん、まあ、そういうやり取りがあるのが、まあ、このチャット GPT、うん、まあ、チャットってついてる、多分ゆえんだと思うので、そうですね。まあ、それを今回はあんまり活かしてないかもしれないんですけども、うん、まあでも大体こんな感じでしたということですよね。うん、そうですね。うん、まあ、このチャット GPT についてですね、はい、これ大学でもね、うん、これどう使わせるかってことで対策をしなきゃっていうのが新聞に載ったりしてますよね。うんうん、そう。で、これに対して、うん、教育評論家の佐藤涼子さん、うん、いわゆる佐藤ママですね、うん、はい。お子さんが4人いらっしゃって、4人全員東大理3に入れたっていう、うんうん、まあ、受験業界的に言うと、もう最高のことをしたと。うん、そうですね。はい、ちょっとこれを超えるのは難しいというかないですよね。そうですね、まずまあお子さん5人以上産まなきゃいけませんから。まずその時点で難しい。それからしてまず難しい、この時代。うん、そうですね。だからまあなかなか超えることはないでしょう、うん、という感じなんですけど、うん、まあ、その人がですね、オンラインの、どこかのメディアでですね、うん、言ったことが元で、まあ、いろんな議論が起こっているということなんですね。うんうん、で、まあそれをですね、まあ、一応ネット上のニュースで流れたことを、うん、まあ一応これから元にして話していきますけど、うん、はい、実際のその現物をですね、生で見たわけじゃない、原点を見たわけじゃないので、ひょっとしたら間違ったこと言ってるかもしれません、情報としてですね。まあ、その場合は優しく注意していただければと思います。あくまでもパッと調べた中で出てきたセリフをもとに、お話を進めていこうというふうに思ってます。はい、でそこでまず佐藤ママは何ておっしゃったかと言いますと、はい、私たち大人はチャット GPT で育っていない、今初めて大人として見て便利じゃないっていう大人はそれまでちゃんとした教育を受けているから。でも今生まれる子どもたちは最初からチャット GPT が作った文章ばかりというのは私はまずいと思っている、うん、と主張されたと、うん、これ実に常識的というか、うん、まあその通りではありますよね。そうですね、うん、もうまさに便利って言ってるのはもう今まで勉強してきてこう育ってるからやろうと、うんうん、
いうことですよね。そうだ、今までそんな、うん、あの文章を勝手に作ってくるのもなくて、うん、自分で作る作業をいっぱいやってきた上で、うん、ああこんなに作ってくれて便利ねみたいな、そうですね、そう、うん、いうことなんですけども、でその上で何ておっしゃったかっていうと、うん、12歳までは完全隔離にしてほしい、うん、触っちゃいけない、うん、何も知らないのに、うん、今まで通りアナログで育ててタブレットなんて全部捨ててほしい、うん、と持論を繰り広げたということになってますね、うん、でこの最後の方がちょっと強烈なんでね、うん、このタブレットとかも全部捨ててほしいって言ったの で、うん、でそこに対して結構、反論がまあガガンときたんですね、うん、はい、どんなのが来たかというと、まずはあれですよね、あの、うん、堀江門ですね、はい、あの堀江貴文さんは、はい、あのこいつバカでしょと言っておりました。もうなんかどこがバカなのかがまあないんで、うん、なかなかね、うん、この部分には反論しづらいんですけど、うんうん、はい、でさらに続けてますよね。そうですね、はい、まあ、ちょっと読みますと、うん、まあ、つまり自分の子供の地盤である東大理さんとか簡単に AI が受かるようになってしまうのが嫌なんだろうなとコメントしていたそうですね。なるほどなるほど、まあ、この意見はですね、はい、いろいろ突っ込みどころがあってですね、うん、あのまずはその AI が、うん、まあ、東大理さんに合格するかっていうと、うん、これまあ2年ぐらい前に我々実はね、うん、国力をつけると算数の成績上がるの、うん、っていうのをこれ取ったんですね、そうですね、21年の9月ぐらいですから、うん、まあ、ぜひこれ見てほしいんですけど、うん、でまあ、その中でも言ったんですけど、その時点ではですね、うん、AI に東大の入試問題解かせたら解けなかったんですね。そうですね。そう。で、それなんで解けないかっていうと、いわゆる国語力がないから解けないんだ、うん、っていうことになって、AI ではできないような国語力、うん、だから将来 AI を使っても、克服できない国語力を人間がつけましょう、うん、っていうことで、どういう国語力なのかっていうことを、その時の、まあ、人工知能のプロジェクトに関わってた、うん、まあ、新井先生っていう方がですね、うん、こういうことで国語力をつけましょう、うん、みたいな、またプロジェクトを立ち上げられたんですね、うん、まあ、そういうことなので、うん、まあ、その段階では、AI は東大の入試解けませんでした、うん、でまあ、これテクノロジーが進んでって、うん、まあ、これから先進んだら東大の問題解けるようになるかもしれませんね、うん、でも、まあ、現段階ではなっていないので、うん、まあこの批判はまず当たらないである、うんうん、で、その次にですね、この佐藤ママが言ってることをちゃんとよく読んだらですね、うん、12歳まではみたいに言ってるんですよね、はいはい、そうだから佐藤ママっていうのは、まあ、東大に合格させたってことになってるんで、うんうん、東大に合格の作業っていうのは、まあ、中学から、うん、まあ、その先の部分はやっぱり重きにわたってると、うん、まあ、その前の、まあ、男の子7に通したとかね、はい、女の子さん落南に通したとか、うん、そこを言ってるんじゃなくて、まあ、その先がまあ東大の話なんだけど、うんうんうん、だからその先のことは言ってないんですね、佐藤ママはね、うん、12歳までは遠ざけてくださいって一応言ってるわけであって、うん、そうですね、うん、それとこの、 あの東大の合格をまあごちゃにしてる、うんうん、だから佐藤ママが発言してるここの部分に触れないで、うん、あのバカじゃないのって言っちゃってるんで、うん、まあ、ちょっとずれてるよということですね、うんうん、そうですね、そう、うん、一応小学生までってことですもんね、そうですね、うん、まあ、だからその先で使うことまでは、うん、この段階ではこの文章を書いてる中では佐藤ママは否定してませんからね、そうですね、そう、だからまあちょっとずれたことを言って否定してるよねっていう気がしますね、それでまあそもそもですね、例えば AI が東大の理算に合格できるようになったからといってですね、生身の人間が東大理算に入ることの価値がいささかも下がることはないんですね、うん、そうですね、だからこれはまあ例えばですね、まあ、将棋の世界ですでに起こっちゃってますよね、だから今もう将棋の世界ではAI ソフトに人間の棋士勝てないんですよ、うんうん、だからといって将棋 の、 あの藤井聡太さん、うん、これがあの勝つのをみんなワクワクして見てますよね、うんうん、人間同士の戦いをもうちゃんと白熱して見ていて、うんうん、強い人にまあ惜しみない称賛をしているわけですから、うんうん、これ人間が東大理さんに問うことと AI が解くことができる、うん、全然違うんですね、そうですね、だからそんなこと多分、まあ、佐藤さんは佐藤ママは嫉妬もしてないだろうし、うんうん、みんな嫉妬しないんですね、そうですね、そうだからまあそれちょっと過剰な、うん、なんかね、東大の合格することに意識を持ちすぎてるんじゃないかな、そうですね、ちょっと逆にちょっと理算コンプレックスなのかなって感じがありますよね、まあ、分散と理算の違いってことかなそうですね、またあの違う人がですね、参戦していて、うん、はい、あの茂木さんですね、うん、茂木健一郎さんですね、うん、あのアハ体験、そうですね、はい、でまあどう言ってたかっていうと、あの、まあ、ツイッターにあの全面的に堀江門に参戦、日本の入試はレイストゥーザボトムだから、まあざっくり言うとレイストゥーザボトムとは勝つためには徹底的に劣化しなくちゃいけないクソゲーということです、かっこ笑いと投稿したということですね、うん、まあこれもですね、うん、まあ、実はやっぱりあの12歳までっていう佐藤ママの話を聞いてなくて、うん、まあ、大学受験の部分について言ってるわけですよね、うんうんうん、そう、まあ、だからまあちょっと過剰な反応していると、そうですね、ちょっとあの森さんはあれですよね、うん、学歴についての否定的なことをいろんなところであのバトってるので、うんうんうん、まあ、その流れで言ってるんだろうなというふうに思いますね、そうですね、そう、うん、
まあでもね、このあのまあホリエモンもまあモギゲンさんもどっちもですね、うん、あの学歴でまあ世に出てきた部分はありますよね。実はそうですね。これほど学歴が役立ってる人たちはいないっていう、ね、まあだからね、出だしの部分ね、うん、だからその結局その彼ら成功したことは、うん、あの東大出たからだじゃないかもしれない、まあうん、出たか出てないか、まあ、入ったってことはあるけど、うん、出たかどうか分かりませんけど、うん、あの東大関係だっていうね、うん、東大に入る学力があったってことはやっぱり、うん、それを評価されて注目されてますから、そうです、ね、入り口の部分でね、はい、でそれが役に立ってる、うん、で森健さんなんて東大まあ言うたら2回入ってるしね、学部 で、 うで、ねうん、理学部と法学部入って、うん、今院も行ってるでしょ、多分そうですね、院も行ってました、ね、だからあのそれ劣化するゲームを3回やってるわけですよね。まあ本人がやってるって、そう本人がやっちゃってるということで、うん、またそれを、まあ、懺悔してるのかもしれないけど、うんまあ、だからさすがにそれは言い過ぎじゃないかなと、そうですね、言い気がしますよね、うんうん、それでまあ、 あの学歴を、ね、否定している感じの茂木健さんなんですけどね、うんまあ、本当つい最近 の、 あの統一地方選挙でね、うんまあ、言ったら我々西宮教室ありますけど、はい、隣の芦屋でね、うん、あの史上最年少 の、 あの首長が生まれました。そうですね、26歳なんですけど、これあれですよ、灘出て東大出てハーバードですから、ねうん、これじゃあどうしてこの人みんな投票したのっていうと、この人の人となり分かりませんよ、うん、実績もありませんから、ねうん、そう非選挙権ができてすぐですから、うんうん、でも当選しちゃった、うん、これ何に期待してるかって言ったら学歴を見てるんですよね。そうですね、基本はやっぱり、うん、学歴に期待しているということなので、うん、入り口としてですね、キャリアの入り口として学歴が持っているものの意義は絶対そのなんていうのかな、うん、そう簡単には否定できないとは思いますよね、うん、そうですね、うん、それが全てじゃなくても、うん、まあ一つの基準として、うん、そうですね、あの一つの判断基準として、うん、あのありますよね、いろいろある指標のうちの一つ、うん、ということですよね、うんうん、はい。そしてさらにですね、これまたバトルに乗ってきたのが、いわゆるひろゆきさんですね。西村ひろゆき氏、うん、2チャンネルの創設者であるということですけども、ひろゆきさんは、うん、最近の研究だと勉強努力できる才能も遺伝という説が強いです。成功した教育マンは単に優秀な遺伝子の子供が生まれただけなのに、教育法に意味があったと思い込んでるだけの可能性があるんですよね。足立区の教壇に立って全員を東大に入れたとかなら尊敬しますと同調したそうです。これまず大臣に足立区に謝れということですけど、そうですね、まあ、教壇に立って全員入れるっていうのはまあまあ難しいわけで ね、うんでねまあ、まあ全員で東大、まあ、4人のお子さん離散、うんまあ、ちょっと難しさはいろいろ違うかもしれませんけどね、うん、あの確かにこれ当たり前のことなんですけど、うん、努力する遺伝子の前にもともと頭がまあ、ね、ざっくり言っていいかどうかって遺伝子もちろんあるし、うんうん、さらに努力することの遺伝子もあるというふうな研究がちょっと出てるよということなんですね、うんうんまあ、でもそれってまあみんな薄々感じてるようなことではあります、うん、ただもともと頭いいからといって勉強しなかったら東大入れないし、うん、努力する才能があるからといってそれを阻害するような生活環境があったら努力しないから入らないということで、勉強の環境を与えた親の教育方法を否定する、完全に否定することでは全くできないんですね、うんうん、あのもちろん才能があるから確率は上がってるわけですけども、うんうん、その才能をちゃんと生かすような、教育をした、うん、育て方をしたという意味ではですね、うん、参考にはなりますよね。そうですね、うん、遺伝子とやっぱり環境のセットですよね、うんうん、だからもちろんそのなんていうのかな、佐藤さんのご一家はいい遺伝子をお持ちだった可能性高いわけですけども、うん、だからそうじゃない、うんまあ、言っていいか分からないけど、うん、そのやられた通りやったら、うん、じゃあみんな離散通るかってそんなわけないんであって、うんうん、それはあの聞いてる人たちもみんな理解してるはずなんですよね、うん、でも何か参考になることがあるんじゃないかと思って聞いてるわけであって、うんうん、だからそれが、完全に否定されるわけじゃない、うんうん、っていうことなので、まあよくあるその一点をこうちょっとついて、うん反論 してる風を装ってるという感じではありますよね。さすが論破王という感じですよね。まだまあ論点がずれてるので、まあ、論破になってないということだと思いますけどもね、うんはいうん、その子供はやれる範囲でやれることをやらせてあげられるような環境というような感じですよね、うん、でまあ大体まあ今回の話についてはこうなんですけども、うん、大体こういう新しいテクノロジーが来た時ってですね、うんまあ、それを使うべきかどうかっていう話でよく出てくるんですよね、うんうん、でこの佐藤ママについて言った人たちにはね、ぜひ聞きたいのは、うん、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズが昔言ったことについてどう思ってるのかをとても聞きたいです、うんうんうんはい、まずビル・ゲイツって昔何て言ってました？そうですね、ビル・ゲイツはなんか14歳までは携帯を持たせないというふうに言ってますね、うんうんまあ、だからまあ携帯って言ってる段階でちょっと古いわけですけども、そうですね、でも14歳までは持たせないんだと、うんであの勉強の調べ物だとか、うんうん、
友達との連絡には役に立つけど、うん、使いすぎてしまうことがあるからね、うん、というようなことをどっかで喋っておられたってことなんですよね、うんうん、これについてこの三方はどう言うのかなというふうに聞きたいところですよね、うん、そうですね、そうもっと大きな敵ですよこれはそう、どう叩くのというふうに聞きたい、はい、でそして、スティーブ・ジョブズですね、これはそうですね、スティーブ・ジョブズも、まあ、6から17歳ぐらいの子供がいる時にどっちも与えないというようなことを言ってるそうですね、うん、これタブレットを与えないと言ってるんですよね、あそうですね、うん、これはもう幅が広いですよ、だから6から17でもタブレットを渡さないよって言ってるわけですよ、うん、だから、まあ、最新のテクノロジーをまさにもう切り開いてきた人たちがですね、うん、自分の子供には教育の場面では与えないよと、または制限するよと言ってるわけですから、まあ、ここにやっぱり意味があるんじゃないかと、うん、というかまあこの人たちに対するその批判を聞きたいなと僕は思いますね、うんはい、やっぱりその詳しいからこそ何がその問題なのかっていうことが分かるというようなとこあるんですかね、やっぱり、はい、とまあ最近脚光を浴びてきたチャット GPT なんですけれども、うんまあ、これから先ねどんな風になっていくか、うんまあ、なかなかよく分からないんですけれども、うん、そうですね、うんはい、皆さんもまあ意識してですね、うんこれを子供にどう触れさせていいのかってことをまあ考えていっていただければというふうに思いますね、うんうん、そうですね、はい、今日はここまでです。